ラックで行われますのは共通男子 400m の決勝。出場する選手を連順にご紹介いたします。第1レーン平野雄大君、山田。第2レーン沖浩平君、阿鼻子。第3レーン野村龍介君、木更津第2。第4レーン白石雄大君、高津。第5レーン吉留龍之介君、旭ヶ丘。第6レーン馬場誠也君、富里。第7レーン金子大輝君、宮本。第8レーン岩本雅史君、河原塚。以上の8名によりまして共通男子 400m 決勝です。スタートしました。共通男子 400m 決勝、全国標準は51秒60。すでに吉留君、白石君が全国標準を突破しております。さあ選手は 200m を通過です。25、26、27。第4レーンは高津の白石君。さあ後半強い第5レーン旭ヶ丘の吉留君。44、45、46、47、48、49、50、51。